届きました、シースター S30。 来ました来ました、シースター S30。 こんにちは、スミヤです。今日は新しいものが届きましたので紹介します。届きました、シースター S30。 福岡くんですね。じゃーん、ご対面。13個のねシールが入ってました。はい、これ本体に貼るんだろうか。太陽を見ないでくださいって注意書きのシールもありますね。なんか少し硬質のケースになってますね。おー、出てきましたよ。はい、ここにねミニ三脚が入ってますね。はい、でここにソーラーフィルターが入ってますね。ソーラーフィルターね、 S50 よりやっぱりちっちゃい感じですね。来ました来ました、シースター S30。 ちっちゃいよ。あ、ドワーフ3と並べるとね、ちょっと短い感じですね。厚みはねシースターの方がありますが、なかなかコンパクトに、できてます。ちょっと厚みがあるんですけれども、全体的なねこの面積はちっちゃいですね。ミニ三脚入ってました。これかなり頑丈なスチール製のミニ三脚ですね。プラスチックじゃないね。かなり頑丈ですよ。金属音がしますね。 USB-C ケーブルが入ってました。あ、このケーブルね曲がってますね。ソーラーフィルターがついてます。これねめちゃくちゃ薄いですよ。説明書が入ってました。はい、あ、2冊になってますね。はい、2冊ありました。あ、安全概要ってねちゃんと日本語で書いてありますよ。下から2番目、すごい、日本語で書いてありますよ。安全概要、安全注意事項って書いてありますね。3ページ注意事項が書いてあって、2ページ使用のページになってますね。はい、こんな感じです。三脚はね 148g のようです。で、そして安全積載重量 5kg。 はい、5kg に耐えられるようですから、シースター S50 もねこれで付けられそうな感じですね。こちらが多分ね詳しい説明書だと思われます。クイックガイドって書いてありますね。9ページのね解説がクイックガイドで書いてあります。三脚につけてみましょう。頑丈そうな三脚ですねこれ。はい、今夜からねスマート望遠鏡1台2台3台4台体制で星空ライブやっていきたいと思います。スマート望遠鏡4台と、それからドブソニアン望遠鏡と、それからシャープスター130、6台の望遠鏡でね星空ライブをやりたいと思います。日本国内のねいろんな販売店に注文すると来年の2月ぐらいになるんじゃないかという話だったんですが、私はね直接 ZOO に注文したので早く届きましたね。またね実際の撮影の動画は次回紹介したいと思います。乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい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 と。